はい、フリーターガム職になるまでの Vlog パート28だと思います。はい、疲れましたね。皆さんも疲れてるんじゃないですか。母からコメント来てました。母疲れた時は甘いもの美味しいよね、わらわらわら。馬が3回言ってた。ああ、馬ってね。いや、マジね、そうだね、うん、ティラミスのチョコうまかったな。今日はちょっとね、雨降ってたんでね、ちょっとだるかったんでコンビニで飯済ませてきます。飯っていうか買ってきました、おにぎり。なんかバカみてえなベーコンエッグっていう、これバカっぽいっすね、このおにぎりと富田監修背脂にんにくチャーシュー鍋だって。これ買ってきました、食べたいと思います。温めようかな。いや、明日どうすっぺかな。ちょっとクスノキさん宛てにもうこの動画を出します。どうすっぺ。いや、僕の活動を見て見聞を広めるだけじゃ意味ないと思ってるんですよ。実際自分でやって覚える、経験して覚える。来ました、実際に。まあ、5000円と決めましょう。5000円って決めて5000円以内でやるみたいな。やらないんだったら明日なし、やるなら明日やる。はい、何言ってるんだって話の人もいると思いますけど、まあ、こっちの話ですこっちの話を YouTube にすんなってこれは僕の日誌なんでね、手に合わせていただきますよ。じゃあ時事ネタ、ああ、なんかクマ、飼ってたクマに襲われて死んだ人の話で、クマも射殺されて、その熊に殺された人も天国に行って、両方天国に行ったから誰とも喜んでんじゃないですかとかっていうのが面白いですね。まあ、まあ残された人たちが恨みはないって言ってるからいいんじゃないですか。いただきます。バカっぽいわこのおにぎり、おにぎり、卵、ベーコン乗ってますよ、中に入ってないっていう入れ忘れちゃったからとりあえず乗っけとこうみたいな、具を入れ忘れたからとりあえず乗っけとこうみたいなおにぎりになってる食いづらい、食いづらいのに、食いづらいからこそうまそうにも見える。じゃあいただきます。うん、うん、ちゃんと食いづらかったね。箸で食う、おにぎりを箸で食う。あと保育士3人逮捕、明日園長刑事告発で。まあ園児を宙づりにして、うん、なんかいろんな暴行を働いたと。でそれを隠した園長がいるという話らしいですね。やばいっすよ。
俺はスーパー悪ガキキッズだったんですよ、あの園児だった時。今でもスーパー悪ガキキッズかもしれないですけど、そんなことされた記憶はないけどね。こうやって捕まれてチューブラーリンにされたことはないと思うんだけどね、うん、もしかしたら暴力的な、いや、でも暴力振るわれた気がしないな。うん、ビンタとかもされた記憶ないわ全然。まあ平成生まれだっていうのもあんのかもしれないですけど、スーパー悪ガキキッズだったから絶対怒られてはいるんですけど、暴行を加えられた記憶はないわ。子供は いじめたっていう認識ではないのかもしれないけど、まあ、相当精神病んでたのかな。何なんだろうね、不思議だな。まあ、園長が隠したがる理由は分かる。人間関係をメインとする仕事に就きたいっていうやつでろくなやつほとんどいねえからな。偏見、まあ、少なくても教師になりたいとかっていうやつでろくなやつ俺いねえと思ってます。偏見。医者は一度の手術で一人をダメにすることができますけど、一人の人生をダメにすることができますけど、教師とか一回の何、生徒のクラスを持つことによって40人くらいの生徒をダメにすることができますからね。時事ネタはそんなところかな。趣味の話、ブルーロック、ブルーロックのバチラーかっこよかったな。あんなにドリブル決めれたら面白いだろうな。ちなみに僕サッカー学校の授業とかであったんですけど、ロングパスとシュートができないんですよ。ボールを浮かせることができないんですよ。けどドリブルとかが結構得意で、バスケもなんだよな。シュートとかあんまり決まらないんですけど、ドリブルとかが得意みたいな。自分の体から離れれば離れるほど苦手なんですよね。やっぱ球技って苦手なんだよ。夫婦以上恋人未満8話途中まで見ました。
ってギーってなって、あいつー、この野郎ーって、もう血だらけになってました。いや、なってないけど、イチャイチャしやがってるね目から血が出てた。何が夫婦以上恋人未満だーってはい、ツッコミどころ満載なとか面白い作品だなとは思って見てます。ですね、そんな感じかな。今日はこんな感じで切ります。では、じゃあ、バイ、あ、そうだ、あ、これはあれだな、遺言シリーズって言った方がいいな、真面目な話だから。じゃあ、バイ。